続いて3冊目はですね、さっき言ってたようにピーター・ブルックさんでね、何もない空間ですね。はい、でピーター・ブルックさんって人はね、あのイギリスの有名な演出家です。シェイクスピアだなんだりとか、あと雨の忍び合いっていうジャンヌ・モローと、あの人ベルモンド、ジャンポール・ベルモンドのが出た映画とかの演出もしてる人らしいんですよ。で僕はねピーター・ブルックさんの作品ってのは一つ見たことないわけね。で舞台とかもね、まあ当然僕今もう現代に生きてるわけだから、ピーター・ブルックさんが直接演出したものを直接生で見るってことは一生叶わないと思うと、舞台っていう空間って貴重だなと思うから、何でも足運んどいた方がいいかななんて思ったりとかもしつつ、読んでたんですけど、なんで自分がピーター・ブルックさんをどこでこの本読もうと思ったかっていうのは謎なんだよね。これがよく思い出せないんだけど、多分さっきのブランショと一緒で図書館でなんか面白そうな本ないかなと思って、多分キサラギ小春のなんだっけ、この間紹介した都市民族の、都市なんとかの民族小屋みたいな本を紹介したじゃないですか。多分あの時にブランショね、ピーター・ブルックも置いてあったと思うんですよね。でじゃあ読んでみようと思って読んだんですけどね、いや僕うーちゃんとこっちさんつな昔演劇部でもう散々ね、それこそ稲川幸雄に憧れたうーちゃんと、蜷川ね、蜷川幸雄に憧れたうーちゃんとですね、塚公平に憧れたこっちさんとね、だから最初こっちさんに会った時はあれですよね、僕ら結婚式で会いましたけどもね、友達のなんか周りから拍手されて、こっちさん階段の上に登るんで何やるのかなと思ったら階段落ちを、そしたら周りがやっぱこれがないと盛り上がらないって言った時に、この人すごい人だなと思ったんですけどもね。でルーツ聞いたら、塚公園の前に俺はジャッキーチェンがあるんだよって言われた時に、もう握手したのを覚えてますけどね、階段落ちでって言って、いくらだってできるんだって言った時に大したもんだと思ったんですけどもね。でうーちゃんとは喧嘩すると灰皿飛んできますよね。やっぱりうーちゃんはタバコは吸わないんですよ。でいや懐に忍ばせて、でタバコ吸わない代わりにマリファナーやりますけどね、うーちゃんはね。あ、やんないんだね、やんないんだ本当に捕まるから。だカナダだけの限定の放送にしますか今度から、これ本当にね。で、まあそういう二人がいるもんだから、まあ恥ずかしいんだけども、その僕にとってその芝居ってのは悲しいんだけど、敷居が高いもんなんですよ。なかなかまだ僕はシェイクスピア戯曲で読んだことないですしね、そういうとこで僕文学論みたいなの語ってる情けない男なんです。本当に嘘つきなんですよ僕なんて。本当文学役だし、でなかなかそういうとこ難しかったんだけど、やっぱねその言葉の端々ですよね。やっぱりピーター・ブルックのさっき言った中島ラモンの時に紹介した、その才能は性的なものではないと、だ常に動くものだっていうね。だから言ってたのがね、すごく若いね役者でも素晴らしい演技する時があると。でそういう時どういう時だっつうと、一例としてですよ、その役者才能ある若い役者が周りの連中をね、こうバカにしてるような連中と一緒に芝居やるとね、若い連中と一緒に、であいつらなんか下手くそだっていう時には素晴らしい芝居するけども、いざじゃあベテランの前でその芝居ができるかっていうと、今度固くなっちゃってできなくなっちゃうってわけで、ベテランもそうだっていうわけね。こういうことは起こりうるっていうわけで、一流の役者、二流の役者の違いは何だって言ったら、二流の役者っつうのはその本番前までこうすごい練習を重ねて、で、あ、こういう感じでいけばいいって言って、それで本番に臨むっていうわけ。一流の役者は違うっていうわけ。本番の直前までね、これでいいのか間違ってないかって言って、最後の最後で全部ダメだ、またやり直そうっていう根気持った役者が一流の役者だっていうわけですよ。これなかなかね、こう読むとね、なんか役者も大変だなって思いつつもね、黒澤明が言った言葉っつのがありますよね。この間も紹介したやつ、ほら女優さんがなかなか演技できなかったら黒澤明が怒って、いいんだよセリフなんか感情込めなくたって黙って言えやって言った、いうような演出家もいるわけですよね。まあ、ピーター・ブルックなりのこう演出論とか演劇論なわけなんだろうけどもね、かっこいいよね。でもやっぱね、なんかこう僕ってやっぱこういうとこ情けないと思うんですけどもね、ピーター・ブルックさんのこと知らないだけにね、言葉ってのはすごくミステリアスに響いちゃうわけ。これどうしても
ここでピーターブルック見てりゃさ、例えば中島ラモみたいに1個作品読んでりゃくだらねえこと言いやがってバカ親父って一言言えるのかもしれない。ここはいいけど、ここはお前なんか嘘つきだって言えるかもしれないけど、なんか全部言うからさ、かっこよくてさ、なんかね、要はさっきのモーリス・ブランショと一緒でね、僕なんか基本的にはやっぱね外人コンプレックスあるみたいなんですよ。なんか外人と昔の日本人コンプレックスあるみたいなんでね、なんか今日も運が良けりゃって山田洋次の作品見ててね、役者さんがとっても上手くてね、やっぱ昔のね役者っつのはもう包容ねえなーなんて思って見てたんですけどね、本当に。いやでピーター・ブルックさん、まあいろんな芸術論言ってて、アマゾンレビュー、僕自分の感想うまく出ないときアマゾンレビュー紹介しますけども、やっぱり芝居とかやってる人だともっとビシビシ響くらしいですよこれ、やっぱりね。でもね、やっぱなんつうのかな、その才能は性的なものではないっていうその言葉一つですよね。もっといろんな言葉あったと思うんだけども、それをね思った瞬間にね、すごく気持ちが楽になった。あの自分に才能ってものがもし仮にあるとすればよ、いやないんだけれども何か自分にあるとすれば、これ皆さんそうです、これ皆さんね。そうするとこれ感情ってことに置き換えてもいいだろうと思ったわけね。だからそのこそさっきオープニングで喋った渋谷行ったんだって言った時も、もう自分ダメだって思うんですよ。もう本当に今日は俺ダメだって周りに言ってるわけで、俺はこういう時うまくいかない時もあるんだなっていうことを認識するわけ。才能は性的なものじゃないって言った時に、つまり感情ってことに置き換えたっていうことで言えばさ、そういう風にこう、それこそ先週ティファちゃんの時みたいに手つなげな、つなげなくてすごくショック受ける自分っていう時も存在するわけですよね。そう思うとさ、どしっと構えられるんだよね。で、性的なものじゃないって言われた瞬間に性的なものを自分が得るっていうこの感覚ってのはね、なんかパラドックスっていうか、ウーちゃん並みにエジプトに行ってスフィンクスに謎解きしたいぐらいな、謎かけしたいぐらいの気持ちになりましたね。だからまたタイトルもいいね、何もない空間っていう、このさ、かっこいいね、本当にもうかっこいいんで、まだこれ再販されてますから、ぜひ、まあね、演劇なんて言わずにだね、ライブやる人、何でもやる人全員読んだらいいんですよ、本当。結局突き詰めれば全部同じなんですからね。だからぜひおすすめの一冊ですんで、まあちょっと演劇論にだいぶ偏ってますんでね、そういうところはなかなか難しいところありますけど、まあ一つ読んでみてちょうだい。はい、というわけで今日の3冊目はですね、ピーター・ブルックさんで何もない空間でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。